それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。次に10番、長岡浩二議員。10番、長岡浩二です。発言通告書により、市長に質問いたします。括弧1、伊豆市の人口減少問題と給付型奨学金制度について、現在、大学等への進学率の上昇や、景気低迷などの社会情勢を反映して、奨学金の貸付規模は年々拡大傾向にあります。代表的な奨学金としては、日本学生支援機構奨学金ですが、同機構の平成29年3月現在の調査によると、学生数に対する奨学金の貸付割合は、平成17年度で4人に1人、27年度で 2.6 人に1人、現在では2人に1人の人が利用しているようになりました。また、労働者福祉中央協議会が、奨学金に関するアンケート調査結果では、利用者のうち34歳以下はなんと2人に1人が若い層ほど利用者が多い現状が見られるそうです。同調査によると借入金総額の平均は312万9000円、月々の返済額は平均で1万7000円で、返済期間の平均は 14.1 年ということで、23歳で卒業した人は37歳までに年間毎年20万円以上の返済が続く計算になります。当然かもしれませんが、返済の負担感についても苦しいと回答した人は 40% 弱、中でも非正規労働者の場合は半数以上、56% が苦しいと回答しております。このように労働者自身の収入が減少する中で、奨学金の滞納が社会問題となっている、国としてもこの厳しい現状にある子どもたちに返済のいらない給付型奨学金制度を17年度から創設しました。18年度には約2万人を対象に2万円から4万円を支給しています。また、2020年度以降、導入を目指している高等教育無償化制度では、返済が不要な制度で、生活費や授業料の減免の拡充を合わせて、政府は学業に専念できる環境づくりを整えようとしているようです。静岡県では、医師不足を対象として、静岡県医学就学研修資金制度を創設し、月20万円、最大6年で1440万円を貸与し、研修終了後、貸与期間の 1.5 倍、最長で9年ですけれども、9年以上を県内指定の医療機関に勤務すると、返済が免除となります。平成31年3月現在、1000トンで88人がこの制度を利用して、転換免除のために238人が県内で勤務しているようです。国や県、各市町でもいろいろ施策を打ち出している中で、伊豆市としても人口減少、少子化等が進む現在、大学等に進学した人、静岡県外に転出して、伊豆出身の U ターン、または O ターンを推進するための施策を考えなければならない時期に来ていると思います。前回の答弁の中から市長に伺います。丸1、給付型奨学金制度については大変厳しい財政状況の中で財源確保が難しいと言われましたが、どのくらいの財源を確保を考えているでしょうか。難しいと考えているでしょうか。丸2、県内でも導入する自治体はまだ少ない。だからできない。伊豆市独自の施策は考えられませんか。3番、一人の人に毎月何万円もの奨学金補助を出すのは、教育の観点から
施策化は難しいと言われましたが、私は毎月数千円の奨学金を想定しましたが、市長が毎月何万円の補助金とした根拠はどこにあるんでしょうか。丸4、この制度を奨学金の補助だと考えるのではなく、人口減少対策、少子化対策、慢性的な各産業の後継者や労働力不足、合わせてオーターによる後継者の確保等を必要と考えますが、いかがでしょうか。大きな括弧2番、富士山駿河湾フェリーの今後の観光振興の進め方について、清水港と土肥港を結ぶ駿河湾フェリーの運営が民間から県と駿河湾沿岸の六市町、静岡市、伊豆市、下田市、南伊豆町、松崎町、西伊豆町で作る一般社団法人富士山駿河湾フェリーとして設立、難波副知事が理事長に就任し、6月1日第1便が入港、伊豆市をはじめ 西海岸の地元関係者によって盛大な迎えをしました。この事業は地域に多大な経済効果をもたらす事業であり、当面の目標である年間輸送人員20万人達成に向け、関係の県、各市町、関係団体と連携して事業推進に取り組んでいくと言われています。市長の考えを伺います。はい、丸1、目標20万人に達するための方策はありますか。丸2、応援する団体等の今後の事業の進め方は。丸3、伊豆市としての誘客運動やイベント等の考えは。丸4、西海岸遊歩道を整備して駿河湾と富士山の眺望を楽しみながらの宿泊、これ年間通しての事業ですけれども、など考えはいかがでしょうか。以上、よろしくお願いします。ただいまの長岡浩二議員の質問に対し答弁を求めます。市長。はい、市長。まず人口減少問題と、奨学金についてお答え申し上げます。先ほどのご質問でもありましたけれども、人口減少対策はやはり大きな課題でございまして、まずは教育の方に力を入れてきたつもりでございます。今高校生の通学費補助をしているんですが、実はもう定年退職されましたけれども、当時の土肥高校の校長先生から大変強い要望を 2,3 度いただきまして、でその実情を考えて、義務教育ではないのでかなり考えたんですけれども、やはり伊豆市では必要だろうということで、高校生まで の通学費補助を導入いたしました。それから幼児教育の2人目が半額、3人目から無償等々、今の若い方々は、正直言ってこの30年間給与所得が伸びていませんので、やはり非常に厳しい経済状況になることは承知をしております。その中で大学生をどうするかについては、これなかなか難しいところで、私も母子家庭でしたから、高校の学費はバイトで稼ぎ、大学は学費のいらない大学に行きという自分のことを思い出すと、家庭環境が苦しいから進学を諦めるというのは何ともかわいそうな、そのことは十分に理解をしているつもりです。ただその中でですね、給付型の奨学金制度について、財源については後ほど総務長から説明させますが、県の医科大学のように目的に沿った制度ができるだろうかというところが少し市長としては気になるところです。伊豆総合高校、ソイキャンパスを含むその観光で十分な所得を稼げる人材育成制度がまだ確立していない中で、都医にももちろん製造業ありますけれども、例えば修善寺温泉とか都医地区ですと圧倒的に観光事業者が多いものですから、そういった方々のその障害所得が上がるような教育と連動して給付制度ができればかなり有効だと思うんですが、一般的なその大学進学で、どういったことができるのかについて、市長の方では制度設計で少し悩ましいところがあるのではないかと考えております。
それから財源については総務部長の方から説明をさせてください。私から いくらかというご質問ありましたけれども、すいません、一体大学生にいくらぐらい出したら効果があるんだろうか、ちょっと数字的にはわからないんですけども、また今後の議論で検討させていただければと思います。続いて総務部長。私からは1点目の財源の確保が難しいという前回 の答弁に対してなんですが、現在市では貸付型の奨学金をやっております。それは市の方で基金を作って、基金から貸付をして返還で戻ってきたのをもう一回基金に戻してという、そういわゆるぐるぐるこう回してるわけですね。でそれが仮に給付型の奨学金となりますと、一回貸しても戻ってこないわけですから、何かしらのじゃあ相当大きな財源が必要になるということと、教育委員会の方で今やっております奨学金、大体年間だと160万程度とちょっと伺っておりますので、仮にその160万円を給付型にした場合、当然給付型になりますと、もっと条件にもよりますけれども、利用者の方が当然増えてくるだろうと。そうしますと、じゃあ果たして財源としていくら必要なのか、またそれがもう恒久的になりますので、一人の方に奨学金を貸して大学で行くと4年間で帰ってきて、仮に7年間の7年間じゃないですね、それをもう給付しちゃうわけですから、そうすると果たしてじゃあ何人分の何年間かというちょっと想定できないような財源が必要になると、そういう趣旨で財源的に難しいという答弁をしております。はい、再質問ありますか。はい、名古屋議員。伊豆市の奨学金についてはもう再三教育委員会の方からも聞いてまして、2万円プラスこれで無理しですよね。何回もこれは5万円に増額できないのかという話はしたけど、一切考えておりませんという答弁ですから、今回はあえて教育委員会に今質問をしないでおります。で昨年の12月に同じ問題を取り上げて、市長の答弁をちょっと読ませていただきますと、給付型奨学金制度については大変厳しい財政状況の中で財源確保が難しく、県内でも導入する自治体まだ少ないと聞いております。 U ターン促進施策として独自に返還補助金制度を実施している事態もあるようですが、まだ少ない、例が少ない。毎回質問しますけど、いつも財源がない、他に市町にやってない、もう市長の口癖のように前例がない、この3つを必ず今まで答弁で聞いてきました。財源がないの、本当に財源がないのかなと今部長さんも言われたんですけども、本当に財源がないのかな、じゃあ伊豆市の授業ってどんな授業があるのかなと思って今調べてみましたら、今年の4月から、単に一人親のための移住に関わる補助金制度っていうのが新たにこれ制度して作りましたよね。これは市の単独事業なんですよね。一般会計から出てる予算で、ちょっとこの制度を見ますと、基幹産業の旅館業に働き手不足解消のための補助金制度、これは東京23区から、アイタウンで来た父子家庭、母子家庭に対する補助金、父子家庭も母子家庭も含める補助金ですよね。これが、引っ越し手当、引っ越し補助金が10万円、それから敷金、礼金、仲介手数料15万円、部屋代2年間で最高2万円で48万円、父子家庭、母子家庭が2人来たときに、73万円の補助金を伊豆市が単独で出すんですよね。これは素晴らしい制度ですよ。これは問いの旅館業さんに勤めていただき、何に勤めてくるかわからないんですけれども、3家族が来ても240万円のお金が伊豆市から出てくるわけですね。財源がないと言いながらもこの制度すごいなと思うんです。で当初今月を今年の予算というのは700万
組んでまして、もう事業やってるかと思ったら、東京事務所、それじゃ何だ、具体的には、一人親家族サポートコンディション、それから窓口を夏ごろまでに設定して、秋ごろまでには観光事業、市民などを構成する一人親応援会議、市民会議を開くという、秋までにはそのシステムを作るということで、今動いていると思うんですけれども、これはもう立ち上がっているんでしょうか。はい、答弁願います。総合政策部長。はい、ひとり親のプロジェクトにつきましては、まあ、現在、長岡議員がおっしゃった通りでございます。今現在いろんな形でですね、コンシェルジェを養成するためにですね、まあ、いろんなところの勉強させていただきます。まあ、現在は立ち上がっている状況ではございません。早急に立ち上げたいと考えているところでございます。はい、再質問ありますか。はい、長岡議員。この手当なんですけども、引っ越し手当10万円。これは、よし引っ越しセンターとか何かの業者ですよね。それから、敷金、礼金。これは、アパートの持ち主の敷金、礼金。から仲介手数料と不動産屋のに支払う敷金、礼金ですよね。で、賃貸補助金、家賃補助金がアパート2年で2万円ずつ、48万円。これすごい事業だと思うんですよね。財政不足の中でこれだけの事業をやるというのはものすごく、総合戦略課の担当者の皆さんはご努力なさったんじゃないかなと思ってはいるんですけども、これそれに対してこの企業、勤める企業に対して補助金なのか、それともこの2人に対する、まあ、2人とは限らないんですけれども、対する補助金があるというようなことを聞いてますけれども、ちょっとそこら辺、産業部長、お願いします。あ、産業部長、ごめんなさい、こっち、そちらに選択部長、お願いします。はい、答弁願います。総合政策部長。今回の補助金につきましては、先ほど議員おっしゃった通り、伊豆市独自のものでございます。まあ、それほかにですね、まあ、静岡県、もともと国の制度の中でですね、まあ、静岡県が選択しましてですね、静岡県に、まあ、移住であるとか、就業した場合に、静岡県の方から、まあ、補助金が出るという制度がございます。これにつきましては、東京23区の在住者、または、まあ、東京県在住で、まあ、23区へ、まあ、通勤していた方が、まあ、静岡県に、を選定してですね、まあ、移住してきて、最終的に中小企業等に就職した場合には100万円を補助するという制度が伊豆市の制度とはまた別にあります。はい、再質問、長岡議員。はい、そうです。この中小企業というのは旅館工業にも含まれるですか。はい、答弁願います。総合政策部長。これはですね、何でもいいということではございません。最終的には、企業、中小企業が手を挙げていただきまして、まあ、静岡県で認められれば、そういう企業に該当するということになると思いますので、旅館でもそういうのが該当すると考えております。はい、再質問ありますか。はい、長岡議員。まあ、この政策だけちょっと取りますけれども、この父子家庭、母子家庭、要するに、一人親と子ども一人について、73万円の補助をするわけですね。東京都内23区からこの都一地区へ勤めた場合に、旅館業、都一地区へ勤めた場合に73万円で、なおかつ、まあ、認定されれば100万円のまた個人に補助があるということ。そうすると170万ぐらいの補助が2人のためにつくということです。すごい制度と思いません？こんなに金があるのかなと思って。伊豆市が金がない、金がないというのは73万の子供に対して73万を補助しなきゃならない。こんなに金がない中でこの事業ってすごいことだなと僕は感心します。まあ、それはそれで決してこの政策を否定するものではないし、鳥の旅館さんももう人がいなくて苦労しているのはもう重々分かってますので、2人3人4人5人と来れば10人来たって740万はかかるんですから、伊豆市の負担がものすごい金額になるんですけれども、雇用があれば旅館も助かるのかなと思っています。ちょっと数字を上げてみますけれども、財源のことでずっとやってますので、子どもを3人育てて、中学を卒業するまでの子育て支援補助金というのがあるんですけれども、この補助金って、すごいお金が子ども手当として出るんですよね、1件のうちに。1人、第1子、第2子を中学卒業するまでに、各子どもに208万5千円の補助金が出るんです。で第3子については265万2500円の補助金が出る。そうすると3人の子供を中学まで育てると
679万5千円、これ補助が出るんです。すごいお金と思いません。まあ、これは国の補助金もありますからいいんですけども、こんなに補助金が出るんですよね。僕の言うのは、そしてもう一つ、伊豆市の事業として、地域づくり推進事業、これ30年度の決算で1億800万、地域づくり資金として2387万7千、その中で若者交流資金が324万、にぎわいづくり150万、コミュニティ施設整備事業1750万、今年の予算は 若者交流事業、若者交流支援事業が324万が330万、にぎわいづくりが150万が170万、地域づくり交付金が30年度は3293万9000円、これ7つの交付が地域づくり交付金を受けてますけれども、今年令和元年の予算が4376万円、1000万の増、移住定住促進事業4292万、これは市内の移動の人たちが29件、要するに湯が狭い人が自然に来た、自然の人が中井と行った、その人たちが29件、105人の人が伊豆市内で動いているってこと。これの補助金が100万円。で、市外から移住して、市外から移住してきた人、これが12件。まあ、おそらく、うちを建てたら1200万の補助金が出てる。僕はこの給付型奨学金が、数千万円のお金を求めているわけではないんです。100万か200万のお金を、が当初予算としてつけてもらいたい。ずっとやってます。僕も昭和20、あ、昭和じゃない。平成26年からずっと4回、これ質問4回目なんです。財政が厳しい中で確保が難しい。そうじゃなくて、この予算、100万から200万の予算、どうしたら捻出できるかということを考えていただきたい。市長、いかがでしょうか。はい、答弁願います。市長。くれぐれも誤解いただきたくないのは、人口対策、で反対しているわけではございませんので、あと議員 その大学に対する奨学金という制度ですよね。でさっきちょっと申し上げましたのは、この間まで新聞の連載記事に出ていましたけれども、自治医科大学という大学があって、あれ全国知事会の要求で自治医という地方勤務のお医者さんを養成した。でそのミニチュア版がいわゆる静岡県でやっている医師確保のための医科大学への奨学金制度、つまりそこは焦点が医師にお医者さんに当たっているわけですね。で、したがって奨学金ということを考えたときに、そういう制度であれば、さっき観光と申し上げましたけれども、例えば観光ビジネス学科のようなところにあって、そこで自分が学んで遠いの旅館に戻ってくる、あるいは農林大学校に行って勉強して椎茸とわさびをやるようなパターンは、こちらで椎茸とかわさびが後継者がいないようなことであれば、そういったこともあるんだろうと。で、今回は移住対策という、U ターン対策ということですので、例えば、伊豆の子どもたちが東京行って大学行って、帰ってきて、地場産業ではなくて、例えば東京 の三島の会社に通う、その方々が帰ってきてねという制度ですから、そうすると、今、議員から詳細にご指摘のありました、いわゆる移住対策、U ターンで引っ越してくる、家を買う、あるいはアパートを借りる政策の方が効果、大学の授業料を出すということは、変な話、伊豆の地場産業でなければ、三島の会社に勤めているその会社に対する貢献度を上げるということであって、移住対策という観点から見たら、その今ある制度、あるいはどこか拡充する必要があるかもしれませんが、その伊豆市に戻ってくるというところに焦点を当てた方が、今ある制度で、足りないのかなという気がするんです。大学の法学部かもしれないし、経済学部かもしれないし、文学部かもしれないし、そこに焦点を当てる必要性を、すいません、私まだ一つちょっと理解しきれてないところがあるんですが。はい、再質問ありますか。はい、長岡議員。どこに。ですね、まあ、僕もこの最初は奨学金補助金制度、給付金型奨学金補助金制度でずっとやって2回ぐらいやったんですけど、もうこれから人口対策にこれ必要だなという形で、人口対策を絡めながらの奨学金制度、給付型奨学金制度を絡めてきました。まあ、財源がないというのはよく口癖のように言われてますけども、もう前にいられる幹部の方たちも財源がない、それから職員も財源がない、だからできない。
一般市民の方たちも、いや、伊豆市ダメだよ、財源がないから何も言ってもダメだよっていう言葉を聞かれる。これじゃ伊豆市本当に衰退しますよね。なんとか財源を捻出して、事業を進めていくのが基本ではないかと僕は思っているんですよ。財源がないと。それはもう財源がないのは逃げ工場ですよ、みんな職員の方たちに。だから、財源があってやるんなら仕事が忙しくしようがないやってことになっちゃうんでしょうけど。じゃあ次ですね、この伊豆市独自の政策としてこれを給付型給付を捉えることはできないかと思うんですけども、他の新町ではあんまりやることが少ないなと思ってるんですけど、今皆さんの前にこのようなこれは冊子が皆さんのところへ行ってると思うんです。まあ、これはこういう冊子がある。これは U ターン、Your Life、U ターンしてあなたの生活を助けましょうという施策で、まあ、ちょっとこれは隣の町の施策なんです。まあ、このコンセプトをちょっと読ませていただきます。我が市に新しい人の流れを作りますというコンセプトの中で、若者の U ターン促進事業として、当市の人口減少を背景に、進学や就職を機に、首都圏に流出する若者に対して、当市への回帰を呼び起こすため、県外に住む当市出身の若者の U ターン就職を促します。事業内容としては、企業の紹介、U ターン就職の優位性を記載した冊子の配布、奨学金を返済する若者に対しての補助金を実施します、補助を実施しますということで、今、先ほど、一人は定住促進事業の中で、伊豆市は700万を予算を組んで、これから伊豆定住促進をしましょうということなんですけれども、この市は、支援補助金を203万1000円、初年度、3万1000円、一般財源、やっぱりこれも、一般財源なんですけれども、U ターン、補助金、203万1000円、その内訳がですね、この冊子を作るのに3000部作って、3000部作る予算が95万1000円、で、U ターン促進、義援補助金が30名を予定して、108万円です。30名、地元へ帰ってきてもらうために、108万円の予算をつけました。じゃあいくらかかったかといいますと、3000部作って、地域内外の高校生、それから大学生に配布して、応募された方が27名。これが97万2千円。これは月3000円の補助なんです。年間3万6000円。その補助金を受けるために27人の人たちが地元から出ていった人がこっち帰ってきてくれてるんです。23歳、24歳、23歳とか分かりませんけど、22歳、23、24歳ぐらいの方たちが27名も帰ってきてる。じゃあ今年、平成元年度の予算はというと、やっぱり203万円1000円なんですね。だから同じですかって言ったら、もう冊子を作る必要がないから、その予算を子どもに回すんだと。そうすると、今年に20名の募集をかけたんです。まだ結果は分かりませんけども、この203万1000円は、昨年の27人と、今年の20年、47人分の予算ですよということで。そうすると、3年目はもうちょっと増えていくかもしれませんけども、これを7年間補助していくということなんです。7年間補助するっていうことを、140名の人が7年間に帰ってきて、7年間経つと大体30歳前後になりますんで、家庭を持って、子どもも授かることもあるかもしれない。そうすると、100がそれからどんどん人口増えていくんじゃないかなと思うんですけども、市長、この政策、お金がかかると思うんですか、かかりませんか。はい、答弁願います。最初申し上げているとおり、私が今ちょっと必ずしも十分に理解しているのは、財源はちょっとこちらに置いてですね、制度の方なんです。結局、伊豆の子が
奨学金をもらって例えば東京の大学に行く、でこの伊豆の小西さんの制度だと帰ってくるわけですね。帰ってきて伊豆1年以上卒業して伊豆の国市に住んで仕事をしていると奨学金の返済に市が支援するということですよね。ということは、大学がすでに卒業していて、それまでは奨学金をもらっている学生が対象なので、つまり大学の授業料がきついから支援ではなくて、その子たちが帰ってくる時の財政措置ですから、今我々がやろうとしている状況によっては拡充する余地もあるかもしれない、その移住対策ではいけなくて奨学金の返還でなきゃいけない理由が実は分からなくて、そこで大学の奨学金の貸与された奨学金の返金の方が他の移住政策より効果があるところの、すみません、そこがちょうど実態が分からなくてですね、その4年間大学卒業して伊豆市に帰ってきて就職先見つけて、でこちらで住んでる子どもたちに我々は補助制度があって、その補助制度が学費の返還でなければいけないって、 そこだけなんですよ、私がよく分からないのは。すみません、議員のおっしゃってる人口減少対策とか移住対策に反対なのではなくて、その学費の返還のところをに焦点を当てるというところが今やってる移住政策じゃいけないのかなって、そこはちょっとわからないんですが。はい、再質問ありますか。はい、長岡議員。そうですね、今日はもう前からそのような感じでずっと奨学金の返済に対して補助金を当てるのはどうかというのは再三長がずっと、それは4回とも今回もそうですね。それはちょっと語弊があるようなことです。それは僕はこの隣の町の奨学金制度、要するに伊豆市へ帰ってください、うちで帰ってください、先ほど子どもさんに育てて600何万という形を伊豆市もこんだけお金投資して、ね、育ててあれ、なんとかその何人かの子どもが伊豆で帰ってきてくださいよ。でもさっきの僕が言ってる大田原政策っていうのは、これ、まあ、初めて僕が気をつけた名前なんですけども、家庭が、まあ、自分の出身地の家があって、それをまた卒業して戻ってくる後継者のことを言ってるんです、僕は。U ターンは、鳥の人が帰ってきて中居で住むかっていうのが、まあ、U ターンでしょうけども、僕の言ってるのは、今の空き家対策は、長男が帰ってこないから、後継者が帰ってこないから、空き家対策なんです。だから、Oタウンっていうのは、元のところへ戻ってきてくださいよっていうのが僕の趣旨で、オータウンという名前をつけた。そのための対策っていうのも僕はあってもいいのかなと。そのための空き家対策、要するに家計、後継者が帰ってこないために、後継ぎの空き家対策が増えていくんじゃないかなと。ましてや鳥とか小下田、八木沢、大久保、みんな長男が帰ってこない、帰ってきても生活できないから帰ってこないんですけど、それが全部今空き家なんです。僕らも長男として帰ってきてうちを継いでますけども、子供は外行ってますんで、さあお母さんどうしようかっていう心配するんです。これどこの家庭もそうじゃないかと思うんですけども、まあこっちの修繕の方へ出てこられる方は就職がしやすいから、もう伊豆市以外のところにも就職がありますけども、鳥居八木沢越本は就職がないもんで長男が帰ってこない。そうともう平均60歳を超えているような地区になってますんで、どっちか何かやっぱ地元に帰ってしてほしいという施策をしてもらいたいんです。市長、そのオータウンという言葉でどんな感じを持ちます。はい、答弁求めます。市長、すいません、ちょっと私がご質問を誤解しているかどうかの確認をしたものですから、ちょっと時間をいただきました。議員が今ご指摘されているのは、その伊豆市から出ていった子どもが伊豆市のどこかに戻ってくるんではなくて、ちゃんと地元に戻るようにということで、その施策として今提言されているということですね。その目的は全然おかしくないし、それ必要だと思っています。ただ、そのいわゆる議員がご指摘のオーターンというものをどういう政策で、
作り上げたら一番効果的なものかについては少し検討させてください。さっきから私その反対しているわけではなくて、大学の教育費に焦点を当てているところが、他のこう出身の子どもたちがここに帰ってきてここで就職する、あるいはここでアパート借りる、あるいはここで家を建てる政策と効果としてどこが違うのかちょっと私が飲み込めないところがあるもんですから、ただ、一般的に、あくまですみません、私オータウンという時代も知らなかったので、一般的にはオータウンというのは逆に戻ってきた子がまたもう一回出ちゃうということを言うんだそうで、それとは違うオータウンですよね、自宅に戻るという意味ですよね。その目的が分かりますので、はい、その政策については少しこの奨学金支援も含めてですね、ちょっと検討させていただければと思います。はい、最初もありますか。長岡議員。議長、おそらく僕と市長とは考え方が違って、市長は奨学金の補助についてはいかがなものかってずっとですね。だけど僕は奨学金の補助をして地元に帰ってきて地元から見せないでよと、ね、伊藤の方へ働きに行こうと、それは構わない。これにも言ってますよね、企業案内一番最後のページにも、伊豆の国市から、あ、伊豆の国って言っちゃいましたけど、伊豆の国市から通勤可能な企業を紹介するだとか、車で三島沼津まで何分かかるだとか、電車で何分かかる、全部そこまで紹介して、東京都庁へ勤めると、初任給がいつですか、182,700円、伊豆の国市で勤めると178,200円、多少低いんですけども、もろもろの経費を引いたら、小遣いは、東京都へ住んでる人の小遣いは19,700円、伊豆の国市へ帰ってくると、58,000円の小遣いが残りますよ、これだけ伊豆市へ帰ってくると得意なんですよということを言ってるんですね。でも次のページ行くと、6人だか7人の方が、伊豆の国に帰ってきました、こんないいところですよという紹介で、伊豆の国市の近郊の企業の魅力まで紹介して、ぜひ帰ってください、順天堂病院もありますよ、伊豆箱根もありますよ、東西もありますよとかね、静岡銀行や東海バス、電業者、森永乳業、横浜ゴムだって三島にあります、そういったものをみんな紹介して、ぜひ近くに工場がありますから、伊豆の国に帰ってくださいと、そこまで言ってるんですよね。もう補助金の奨学金の補助じゃなくて、帰ってくるための補助金という考えを捉えていただきたいと思いますけど。今のご質問に対する答弁は先ほどと同じになりますが、議員ご指摘の目的は十分分かりますので、その目的を達成するためにですね、奨学金の返還を含めてどういう制度がいいかについて検討させてください。はい、再質問ありますか。長岡議員。僕はこれ26年の12月の議会で初めてこの奨学金制度を、給付型奨学金制度を取り上げました。その時に、教育長に言ったのは、奨学金額を今の2万円を5万円にしてくれませんか、それから人口減少、若者定住促進のための伊豆市に住民登録をした既卒者を奨学金の一部または全部を補助してくれませんかということを初めて質問しました。その時の答弁が、教育省は、伊豆市としては全く考えていませんと、2万円で給料が、西さんじゃないですよ、前の教育省ですから、全く考えていませんと、今の2万円の無利子の2万円で十分ですと、そして合わせて奨学金を使って、学校に行ってください。その時の、そうすると、伊豆市の奨学金と、支援金の奨学金を借りると、396万の借金をしなきゃならない、400万近くの借金をしなきゃならないんですよ、両方の制度を使うと。そうすると、この子どもたちはずっと借金を返済しなきゃならない、すごい大変なことで、伊豆市には帰ってこません、東京へ勤めて、まあ、いいところへ勤めて、給料もらって結婚して、で、マンション買って、マンション地獄に追われて、ずっと遠くから離れないというのが現状じゃないかと僕は思うんですね。ですから、よく知事が言うのは、都会のあり地獄っていうのがそのことじゃないかなと思う。都会から絶対抜け出せない制度になっているんですって、今は。ですから、そういうことのないようにしていただきたいのと、教育部長の答弁が同時にありまして、
給付型奨学金制度について財政的には困難と考えますが、伊豆市として人口増に対して良い提案と考え、有効な手段をとなりうるため、今後財政当局及び教育委員会としても協議していければなと思っておりますという答弁があってんですよね。市長ね、認めてくれてるんですよ。教育委員会としては認めてくれないのは市長だけなんですけど、市長なんとか認めて、しつこいようですから認めてください。答弁願います。市長先ほど2回の答弁と同じになりますが、議員ご指摘の目的は十分理解しておりますので、奨学金の支援を含めてですね、検討をさせてください。はい、再質問ありますか。はい、長岡議員。ですね、市長最後のこれ、まあ、4番目のことになるんですけども、この制度奨学金の補助でと捉えるのではなく、人口減少対策、少子化対策、慢性的な各産業の後継者や労働力不足、オーターンによる後継者の確保を必要と考えますということで、まあ、今も質問しましたので、そのオーターンについてもそうなんですけども、今、まあ、長男後継者ですから、長男とかけらずに後継者を育成することも市としては大事じゃないのかなというのが僕のオーターン政策の一つの狙いです。前回の答弁の中で市長こういうことを言ってるんですけどね、農業を勉強する、あるいは住居を、資格を取る、あるいは医療、介護の資格を取る、そうすると必ずしも奨学金よりも就職してくれた時の、今ちょっと始めていますアパートの補助とか、あるいは資格を取るための補助とか、その方が多分施策として効果的ではないのかっていうのが前回の答弁の中に言われてるんですね。よく分かんないのは、要するに子どもたちに資格を来たら資格を取らせてやるのがいい政策だ、いい政策なのかなということを言いたいと思うんですけど、そこら辺は市長はこの時の答弁ご存知でしょうか。帰ってきた人に対しては資格補助を取るという、資格の取るための補助金を出すというのが政策としては適当じゃないのかなということを言われてるんですけど。はい、答弁願います。市長。先ほど医学部の学生の奨学金と対比して申し上げたんですけれども、生産性というのは会社の社長から見たら売り上げですけど、市長から見ると生産性って市民の皆さんの給料なんですよね。市民の皆さんの給料が上がってもらわないとなかなか生活が安定しない。そこで、例えば市内にあるオーベルジュですと、日本でナンバー2のソムリエもいたり、外国語で案内できるスタッフがいたり、そうすると所得当然高いわけですね。そういったスキルをどこでつけられるのか、資格の問題ではなくて、自分の所得を上げるため の、 その人材育成の手段として、さっき一例を申し上げたんですけれども、例えば高校から大学まで観光ビジネスコースで、自分の能力を高めてから、観光施設に就学するとか、あるいはしっかり勉強した上で、うちの特産である椎茸とかわさびに従事して生産量を上げるとか、そういったその自分の所得を上げるという意味の投資であって、資格を取れば別にそれで補助金を出せるんだという目的ではなくて、あくまでも伊豆市に住んでいて所得を上げるための施策としてどれが効果的であろうかということで考えております。再質問ありますか。長岡議員。はい、わかりました。資格を取って、就職することによって、所得が上がることは僕も間違いないと思います。ただ資格を取る子どもたちが帰ってこないことには、この施策はできないんじゃないかな。帰ってきて初めて施策を取るための補助金が出るんであって、まあ、とにかく帰ってきて、どこへ勤めようと、三島へ勤めようと、沼津へ勤めようと、そのうちへ勤めようと、どこへ勤めようと、伊豆市に来てくださいという僕の願いが、それをずっと前から4回も質問します。まあ、これができなければもうおそらくこの質問は最後になると思うんですけれども、市長に一つお願いがあります。東川町の北海道の先ほど言いました東川町の3つのないというの、前例がない、他の町ではやっていない、財源がない、あれいや、この3つのないというのはもう禁句になっているということで、僕がもう一つ付け加えたいのは、前例がない、
他の町ではやっていない、財源がない、あとはやる気がない、この4つを質問に言って質問終わります。時間がないんで、あ、いた。じゃあ次の答弁お願いします。はい、富士山フェリーですね。答弁願います。市長。あ、まあ、去年から県と三市三町でやってるわけですが、ご承知の通り、6月7月は梅雨で、それから私は山の子育ちなので分からなかったんですが、8月に台風10号が遠い時にうねりってくるんですね。あんなに台風が遠かったのに駿河湾のうねりがひどくて、まさか1週間も欠航になるというのはちょっと山の子の私には予期できませんで、大変残念な結果になっております。ただ、気象条件で厳しいことの前提の上に立って、さらに中期的長期的にどうするかということですので、これはまあマイナスである程度飲み込んでしまってですね、これからしっかり進めていけばと思っております。県と関係市町でまだどうすればさらに良くなるかを検討しておりますので、このマイナスを補うくらい頑張れればと思っております。で、2つの観点から市長として考えておりますのは、一つはやはりこう市民サービスとしての足、駿河湾フェリーは伊勢の鳥羽のフェリーと違って圧倒的に観光ニーズが多いんですが、土肥を含む西海岸の皆さんにとっては一番近い都市は清水なんですね。車のない方がずっとバスと電車を乗り継いでサントムーンに行くよりもフェリーで1時間乗っちゃえば清水に行けばですね、ショッピングセンターもあり、港もあり、映画館もあり、食堂もあり、一番近い都市機能があるわけですから、その70分先にある都市機能、静岡市の都市機能を、伊豆半島西海岸の住民の皆さんのために活用させていただくという視点は行政として必要なんだろうと思います。今県とも検討準備に入っておりまして、都議を含む皆さんがそういう使い方をするための駐車場整備には着手したいと思っておりますので、その観点が一つ。もう一つは純粋に観光施設として、今伊豆縦貫道が無料、伊豆縦貫道は無料なんですが、中央道は100円2回いただいてるんですけども、そこが安いものですから、どうしても交通手段として比較するとフェリーが高くなる。したがって観光施設として楽しい70分を過ごしていただくためのフェリーというものを今県と一緒に組んでいるわけです。さらに加えてお願いできるとすれば、単品でフェリーの活用のための例えばふるさと納税とかその他のサービスって、正直言って効果がどれくらいかなっていう疑念もあるわけで、伊豆市の場合にはやっぱり圧倒的な魅力は宿泊ですので、できましたら都に限らないんですけれども、伊豆市内の旅館ホテルとフェリーと、金山とかゴルフ場のようなレジャーとセットで組み合わせていただければ、ふるさと納税としてもですね、返礼の付加価値が高まるのではないかと、そういった新しい商品開発、商品開発というとおかしいんですが、納税ですから商品ではないんですけれども、そういった新しい試みに入らせていただきたいと思います。はい、最初もありますか。はい、長岡議員。そうですね、今市長が言われた通りふるさと納税のことを言われました。僕もそれについては今、質問しようかと思ったんですけども、ふるさと納税、これ3万円に対して片道切符をふるさと納税で応援するというのがこの事業なんですね。約8500円ぐらいかかるのかな、片道。3万円で8000円だから、あとは伊豆市で3万円補助金出すことによって片道切符をふるさと納税としてやってる。これは静岡市と伊豆市だけなんですね。西伊豆町に聞いたら西伊豆町はやっていませんということで、このふるさと納税のもっと活性化をしてですね、今ここにドリームパス券というのがあるんですよね。これはドリームパス券というのは券を買うんですけども、清水から土肥カーフェリーで来て、カーフェリー土肥から下田まで東海バスに乗ってもどこで降りても構わない。で、下田から伊東まで伊豆急で乗って、このドリームパス券が3700円なんです。2泊3日使えるんです。そうすると2泊3日伊豆市内を回って歩くというドリームパス券があるんですね。で、もう一つは
わさびの道ということで。長岡議員、時間が来てしまってます。はい、分かってます。最後ですか。もう一つの航路としては、わさび汁ルート、戸井港から湯ヶ島行って、湯ヶ島から河津町を通って下田まで、これが、この料金が3900円。それから富士見ルートは、修善寺を通って三島駅まで乗っかって2700円、これ2月3日。こういう夢のドリームパス券というのがあるんで、こういう券を使って、ふるさと納税で、例えば1万円でしたら3700円ぐらいの補助金ならいいのかなと。まあ、1万5000円で3このこういう補助金もいいのかなということを提案して、まあ、簡単ですけどもこのカフェについては終わります。以上で終わります。これで長岡浩二議員の質問を終了いたします。